はい、おはようございます。カッパパです。今ね、時刻は6時です。はい、この場所は浄土平のビジターセンターの駐車場になります。目の前の山が吾妻小富士ですね。で、ぐーっと180度回転しますと、ちょうど正面の噴煙を上げている山が一切経山です。朝日を浴びてね、ちょっと赤くなってますが、今日は一切経山を登ります。昨日の夜ですね、夜空を見上げましたら、もう星がね、まあ綺麗でね、いわゆる満天の星空ってやつですね。ここにね、天文台がある理由がよくわかります。はい、こんな感じでね、いやー、一切経山もね、もう神々しいばかりですね。はい、本日のルート概要ですが、現在ここビジターセンターの駐車場です。駐車場から浄土平湿原を歩いて須賀平の分岐に出ます。分岐を右に進んで蓬莱山の東山麓を登って一切経山の分岐に出ます。そして分岐を右に折れて須賀平避難小屋の前を通り直通路と合流します。そこからゴツゴツとした砂礫を登り切ると360度大パノラマの一切経山の山頂です。コースタイム約1時間30分の山旅、ではご覧ください。凍ってるね、もうすでに寒いわけだよ。今年の冬初めて見たわ、初氷。ここはね、浄土平湿原っていうんですって。確かに木道こそかかってないけどね、こういうふう地頭だとか一面に広がってます。やっぱりね、もうそこら中からね、噴気を上げてるだけにね、今この歩いてる時点でもね、すごい硫黄臭いですね。わあ、吾妻小富士もね、ああ、頂上の方歩いてる人見えるね。まあ今日はね、こっちの吾妻小富士も行ってみようと思ってるんですけど、いやー、素晴らしいね。本当ね、これカメラ通してね、どれぐらいリアルにね、皆さんにお届けできるかってちょっと疑問がつくところあるんですけど、あー、すごいね。はい、6時20分、分岐ですね。右行くと菅平、まあ、一切経の方に登ります。今日はこっちですね。いや、これは見事だ。素晴らしいね。つぼ庭になって。ねえ、つぼ庭だね。ビジターセンターからね、ずっと30分ぐらい登ってきました。
この沢沿いをねぐっと登ってるんですが、菅平という避難小屋を目指してます。こっち側の山がね、地図によると蓬莱山って書いてありますね。なんかね、もう猛烈に暑くなっちゃってね半袖になったんだけど、さすがに半袖は寒いやね、またね、道はね、まあ、登山道は登山道なんだけど、その河原を歩いてるような感じね、ゴロゴロ石で非常に歩きづらいですね。いやー、これね、白く見えるのは全部ね、霜なんだよね。つるつる滑って怖いんだ、ここ。もう何回か、すっ転びそうになってます、ここは。ちょっと平らになってきましたね。これあれかな、地図だと、菅平って書いてあるけど、この先か、菅平に入ったようですね。あの湿地になってます、湿地帯ですね、ここは。一切橋の方の途中ね、あそこにあれが菅平避難小屋でしょう。結構こっから見る分には立派な感じ。ここが分岐ですね。こっちね、避難小屋があそこで、上が一切行山ですね。はい、じゃあ分岐を右に行きます。この霜はね、狙ってるね。はい、7時ちょっと、避難小屋です。おお、こうなってるのね。おう、日焼けた。こっちのルートと合流するんですね。ただこっちは進入禁止になってるね。だからこれ、あの火山ガスで入れないルートがここなんでしょうね。はい、これでルート合流して、一切橋山、0.6 キロ。はい。一切橋山の山頂が、はっきり見えてきました。はい、
着いた、今ね7時40分です。一切経さんの山頂に着きました。いやうわ、なんじゃこれ、すごい。7時40分一切経さんの山頂です。じゃあ降りましょう。今日はね、まあ、もう一山、あそこにぽっかり口を開けてますけど、吾妻小富士の方に登ってきたいと思います。それではね、さっきの浄土平まで降りてきます。ここはまあ登りもいいんだけど、下りが絶景だね。すごいね。もうこっからだとね、磐梯山でしょ、運行安達太良でしょ、吾妻小富士でしょ、大雲海でしょ、もうこれだけで飯が食えるよね。素晴らしい。まあ9時10分ですね、浄土平に戻ってきました。いやー、ここね一台も車なかったんだけど、いつの間にかかなり埋まってますね。そういうことでございまして、一切経さんね、すごく良かったです。天気もいいしね、まあ、何よりもこうガスってなくてね、非常にいい山登りでした。はい、で第2部第2部っていうかね、まあ、せっかくね吾妻小富士が目の前にあるんで、今度はねこの山に登っていきたいと思います。ちょうど一切経さんが、まあ、いいね準備運動になりましたね。体も温まってきてるしね、吾妻小富士に登っていきたいと思います。